庭の池霊地線、または庭池は庭園に設けられる池。ただし園地ほど古くからの要例はなく、海遊式庭園について大規模な池が中心となることから、特に地線海遊式庭園と呼ぶことで使用される。日本では古くから庭を山水と表していることでわかるように、庭には必ず要素として水系が用いられていた。設計された庭や園地に建設された。 水系物であり、通常は、神美目的のため、野生生物の生息地を提供するため、または水泳のために設けられる。ノロンボウニューセフェラの目、一般的な水生植物地線は、優れた野生生物の生息地となり、淡水野生生物の保護に貢献でき、トンボやゲンゴロウなどの無脊椎動物や、両生類は新しい池にも素早く定住することも可能。 庭の池で複製される小さな水域の生態については多くの独創的で貴重な観察がなされる可能性もある。ただし地線も問題を引き起こさなくはない。特に外来の植物が広がる経路になる可能性もあり、英国では淡水を保護する上で実用上大きな問題を引き起こす被災来種のクラススラ属ヘルムジーとオフサも どちらも庭池からの侵入種と考えられている。この庭の池には1フィートの滝のある滝で区切られた2つの池がある。一般的に上部の池の魚は小さく、下部の池の魚は大きくなる。池は自然のプロセス、または人工でなされる場合とがある。しかし、地面に焼く穴の起源からの池で見つかる野生生物の種類に違いはほとんどなく。 重要なのは、池が汚染されているかきれいであるか、他の湿地にどれだけ近いか、その深さ、特に、時々乾くかどうか、魚が何匹いるかである。当然池は川などの淡水よりも、物理的及び科学的条件が日によって異なり、日中も異なるので人々は、しばしば、これらの自然の傾向に対抗するために地線にポンプを設置し、特により高いレベルの溶存酸素を維持している。 これは一般的に野生生物はおそらく必要ではないのであるが小さな池に魚を飼うことは水系要素としても不可欠かもしれないからである。汚染された栄養豊富な水道水が加えられた池ではフィルターを使用して藻類の量を減らすことを試みられる。庭の外池では雨、流入水、地表流出、地下水の4つの主要な水源がある。 池の野生生物の価値はこれらの水源が汚染されていないかどうかに大きく影響される。大規模な田舎の庭を除き、地線には一般に流入水や地下水は供給されない。通常、そうした池は水道水、雨水、表面流出といった水の組み合わせで満たされ、蒸発して失われる。天然粘土施設が不足している土壌では、排水による さらなる水分損失と浸透はライナーによって防止されている。池挟み菌という地底の土壌と水との間に置かれる PVC またはエップドムホイールがある。ライナーは水溜まり粘土からも作ることが可能でまた水はけの良い土壌にある池は池にきれいな堆積物を流してセルフシールすることさえも可能である。 一般にはサイズが150ガロンから約1万ガロン規模の地線、庭池を作ることが可能であるが、蒸発量が追加水の量を超えると、夏では池が乾く可能性がある。多くの淡水植物や動物は、干ばつの時期もよく適用しているため、これは必ずしも生物学的に有害ではない。しかし、庭では夏に乾く池に限って、 ほとんどの人が池を楽しむ時期でもあるため、所有者にとって少しがっかりするかもしれない。そしてもちろん一部の動物、特に魚は、干ばつするとその期間を生き延びることができない。一方、両生類は、しばしばオタマジャクシやイモリの主要な捕食者を除去するために乾燥する池から恩恵を受け、池が乾く前に陽性が出れば、干ばつは両生類にとって問題を引き起こさない。 このドイツの水泳地は周囲の環境の一部に似せて自然の水泳プールを設計する方法を強調。この自然のスイミングプールに対する伝統的な対処法は自然のスイミングプールが多くの方法でデザインでき、常に自然の水域に似ている必要がないことを示す池、または水泳プールは自然プールとも呼ばれる有機モデルで構築及び維持が可能。 こうしたプールでは、水が、隔離膜に含まれており、水を消毒、または滅菌する、化学物質、またはそうしたデバイスは使用されず、代わりに、生物学的フィルター、水浄化に使用される、他の生物及びシステムに、水耕栽培がなされた植物を利用してクリアされる。そのようなプールの最初例は、1980年代初頭に、オーストリアで建設されたもので、現在、 周囲無停止として知られている。一つ目は、1980年代に彼のプライベートガーデンで、ウェルナーがアメリスによって作られた。こうした市場はゆっくりと成長し、2016年にはヨーロッパに約2万のプールが築かれていった。このようにして構築され維持されたもので、北米で最初の公共スイミングプール例は、2015年に、 ミネアポリスのウェバーパークで出現した。ダゲインターナショナルオンガナズシャンファーナターナヘバダガワサーと呼ばれる組織が、そのようなプールの基準を設定している。ありがとうございます。